待ってたぞ。よ、双葉に付き合ってやってんだって、ご苦労さん。ふっふっふ、私のマスターだからな。おお、マイマスター、師匠ポジはそうじゃないとな。 RPG でも主人公に必殺技を授けてくれるやつは大体スパルタだし。そんじゃ俺は？俺も少しくらい教えてやれるぜ。序盤の雑魚。おいこら、誰が雑魚だ。誰がレベルアップは雑魚狩りからだな。まずは何からすればいい？簡単な技から教えてくれマスター。よし、かかってこいや。これ絶対に雑魚的じゃないぞ。初期装備のままボス戦突っ込んでる気分だ。誰だって最初はそんなもんだろ。経験値コツコツ稼ぐしかねえって。ゲームならチート技使うのに、現実は難易度ハードすぎる。現実もゲームみたいに行くならとっくにレベル99まで上げてるっての。人生余裕でイージーモードだろ。そうだな、よく考えたらうちのリーダーは人生難易度マニアックスだもんな。マジか、すげえ余裕だ。実はもう2周目か。全パラマックスか。まあとにかく練習しかねえよ。陸上だって走り込んでいくうちにタイムが短くなっていくもんだしな。あとはコツさえつかめばなんとかいけんじゃね。あんま難しく考えんなって。適当だな。んだと？だがまあ一理ある。ここは雑魚師匠の教えも聞いといてやろう。なんだこれ、さっきより全然踊れてる気がする。これがマスターの教え、バフかかりまくりだな。やるじゃねえか。コツつかんでから一気に良くなったと思うぜ。な、お前もそう思うだろ。本当に？マスターとリュウジのおかげだな。どうもありがとうな。てれってって、さくら双葉はレベルが、なんか微妙に古くね。今はピロリロリーンだろ。いやそれも違うぞ。正しくはテレッテテテテテレテテレッだ。いやそんなの聞いたことねえよ。俺が今やってるロープレは